こんにちは。股関節専門チャンネル、ヒップチューバー、タヤブです。本日もよろしくお願いいたします。変形性股関節症の真実についてお送りしております。今日は変形性股関節症の治療方法について説明をしていきたいと思います。変形性股関節症の方の中には、結局最終的には手術しなきゃいけないんでしょって思っている方がいますが、実はそんなことはありません。この動画を最後まで見ていただきますと、手術以外の手段を知ることができますので、最後までお付き合いください。また動画の方よかったらチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いいたします。はい。結論から言いますと、手術以外にも保存療法という治し方があります。そして私の動画ではこの保存療法をメインにお送りしております。ぜひよかったら他の動画も見てみてください。手術っていうのはですね、やればやっぱり基本的には良くなります。痛みが取れますね。はい。基本的には。ただ、全員ではないんですよ。どうしても、手術っていうのは人がやることなので、いくら神の手と言われる先生がやっても、100% 成功するってことはないわけですね。つまり、リスクがあるわけです。でも、やはり自分の骨、頑張って治療する。それが保存療法になるんですけども、自分の骨で頑張ることによって、そういったリスクを免れることができてくるようになりますね。で、実際、手術っていうのは何を変えるかって言ったら骨を取り替えるわけです。でも、骨には神経がないんですね。視覚神経という痛みを感じる神経が骨にはないんです。軟骨も一緒、軟骨にもないんですね。言ってみれば、骨や軟骨は髪の毛や爪と一緒なんですね。爪を切っても痛くない。髪の毛を散髪しても痛くない。それと一緒なんです。骨を切っても痛くないし、軟骨を切っても痛くないんですね。ということで、そんな痛みを感じないはずのところが痛いわけはないんです。だから皆さんが痛みを感じているのは軟骨や骨ではなくて、その周りにある組織なんです。それは人体であったり、筋肉であったり、そういう、筋膜であったり。そんな、ものが傷んでいて、皆さんは痛みを感じているわけですね。でも、お医者さんは手術を進めてきます。なぜなら、お医者さんはレントゲンで症状を説明するからです。レントゲンには筋肉は映りません。人体も映りません。映るのは軟骨と、あとは隙間を見て、ごめんなさい。映るのは骨と隙間にある軟骨だけなんですね。でもその二つには神経がない。どういうことみたいな。なんでそんなレントゲンから痛みの説明ができちゃうのっていうことなんですけども、お医者さんは筋肉を見る技術がないので、そのレントゲンからしか説明ができないんです。お医者さんは知ってるんですよ、もちろん。レントゲン写真に写る骨と軟骨には神経がないってこと。でもそこに、痛みの原因を見つけ出そうとしてるんですね。レントゲン撮って、どこか痛そうなところはないかなって探すわけです。そんな時に股関節が変形してると、これが痛いんですよって言うんですね。その方が、見た感じで患者さんも理解しやすいんですよ。本当だ、確かにここ、痛そうですねって。患者さんを納得させやすいんですね。そうすると、お医者さんは手術をやってなんぼなんです。整形外科医だから。外科医なので、外科をやって手術した患者さんの数で自分の価値が上がっていくので、皆さんを手術したいわけですね。だから、保存療法がありますなんて話は当然しないわけです。保存療法の話はしないし、接骨院に行ってみてください。整体行って治してきてもらってくださいとかね。そんな話も当然しないわけですね。東洋医学というものにはほぼ基本的には、魅力を感じてないですし、東洋医学で治るなんて思ってないからなんですね。はい。で、そんなお医者さんが、手術へと導いていくわけですね。こう、うまい営業トークしてくるわけですよ。ね。はい。で、患者さんも、手術しかないんだなっていうことを感じるわけになる、なんですね。ただ、すぐに手術って言うわけじゃない患者さんも多いので、そうすると、湿布や薬で時間稼ぎをしていくわけなんですね。でも、保存療法っていうのは、世界中、海外から見れば、とにかく第一選択肢の治療法なんですよ。
とにかく手術をするにしても、まずは保存療法をやってみてからっていうのは定番のルートなんです。第一選択肢は保存療法。やっていっても治らなかった場合の最終手段としての手術なんですね。その位置関係、立ち位置を知っておいてください。で、じゃあ保存療法というのは何をしたらいいかっていうと、その痛みの本当の原因である筋肉を治してあげたらいいんです。皆さんの筋肉は凝り固まって血流が悪くなっています。血流さえ良ければ人間の体っていうのは治す力があります。血液の中に治す栄養と酸素が入っていますのでね、その力によって治すことができるんですけど、皆さんの痛みが出ている筋肉っていうのは凝り固まってその血流がいかなくなってしまっているんですね。ですから、血流を良くして、痛みを取っていくといいんです。そのためには筋肉ほぐしをしていきましょうというのを私の動画では説明していますので、ぜひ過去の動画見ていただいてですね、筋肉ほぐしやってみてください。それがうまくいくと、頑張ると、手術をしなくても大丈夫になりますんでね、ぜひチャレンジしてみてください。はい。では、ここからはセルフケア、リハビリの方をやっていきますが、今日は振り子運動というのをやっていきたいと思います。では、振り子運動をやっていきます。まず場所はですね、何か台の上に乗ってほしいと思います。ちょっと今、近くにいい台がないのでベッドの上で私はやりますが、皆様はもっと低いところでやってください。例えば階段の1段目とか、あとタウンページみたいな分厚い雑誌の上とかね、そんなところでやっていただくといいかなと思います。手の方も何か持ちながらやっていただいて構いません。痛い方の足をこの段からこうやってブランと下げるんです。で、股関節を支点とした振り子のようにこのように振っていきます。決して筋肉の力で上げてるわけではなく、ただブラーンブラーンと振れてるだけです。筋肉は基本的にはリラックスした状態で振っていってください。これをですね、1,2,3,4 という感じで20回やっていただけるといいかなと思います。まあ、万が一やってる最中とか、やり終わった後、痛みが強くなってしまう場合は、この振り子運動はやめておいてください。何をやっているかというと、股関節ですね。股関節の、球外、骨盤ですね。骨盤側と太ももの骨の大腿骨頭というところが股関節を作ってますけど、この隙間が皆さん、筋肉が縮こまっていることで、こういう圧迫の方向に力が働いちゃってるんですよ。それを振り子で足の体重によって下げることによって、ここの軟骨のある場所の隙間を広げようという運動なんですね。で、この隙間には滑液っていう軟骨を栄養する液体が入ってるんですよ。軟骨っていうのは血管がないので、滑液という液体から栄養をもらってるんですね。で、栄養をギューッと潰れちゃってると栄養が取れないんです。なので、軟骨に栄養を与えるために、ここを引き伸ばして隙間を作って、中を循環させて、ぐるぐるかき回せて、栄養をいっぱい軟骨に送ってあげようというのが目的の運動になります。あとはですね、リラックス、筋肉のリラクゼーション的な運動になりますので、なので、周りは力を入れないように、ただダラーンと振られてるだけの状態で、今の振り子運動をやってください。はい、今日は、手術療法と保存療法の関係をちょっと話していきましたが、そんなこと保存療法なんて知らなかったっていう方はですね、今から、今日から保存療法に動き出せば、一歩踏み出せば、一生手術をしなくて済む。一生自分の股関節で過ごしていけることが可能になっていく、道が見えてきますんで、ぜひこの動画を見終わったらすぐに筋肉ほぐしの動画を見ていただいて、実践していってください。今日中に必ず何か一つ筋肉ほぐしやってくださいね。では、今日はこの辺でお別れしましょう。お大事にしてください。